ポイントは金に大きくなったでしょ。大きくなった怖すぎ。方向転換できないですよね。霧の尻尾がね、白だったのがオレンジが濃くなってきて。いや、方向転換できなくなっちゃった。え？水槽の中で方向転換できないの？多分ね、これ以上はもう大きくならないような。多分ここまでだと思うね、成長。うん。いやー、すごいよね。3倍ぐらいだったかね、来た時からの大きさと比べると。お水ピクッて引っ掛けられるよ、口で。じゃあその格好面白い。その格好面白い。あ、本当だ。あのスクールガードさんみたいなね。スクールガードさん。うそ。でも目立つからいいよね。あの道歩いててもね。そう、なんかさ、夜さ散歩するときに危なくない？もう自称とかね、修理教室とかやってるじゃないか。え？お修理教室。修理教室ね。前エピナルに行った時は年末年始はね、書き初め教室ってやってね。あの結局ほら子供たちも泊まりに来るでしょ。で親御さんの悩みって冬休みの課題。だから旅行に行って冬休みの課題をやっつけちゃおうみたいなね、意味合いで。自分の名前を綺麗に書けるようになったらいいか。それはねありますよね。大見茶の字で言うと小さい数字が一番難しいね。あ、そう？そう、あの画数の少ない文字が一番難しいね。どれが難しい？ね、宣言明けても陣屋は7時ラストオーダー。そうだよ、ほんとしてる感じじゃないの？今のところね。結構。そうだよ、のんびりしてられる。どういうふうにやってるかで、あの今後の GoTo 的なものとね。6時になったら行こうか。うん、食べ損ねて。あ、ご飯ね。7時は忘れていく。うん、こんちゃうかもしれないからね。うん、みんなここで朝ね、魚見ながら魚食べてたんだもんね。早く帰ってきてくれ。温泉だね。温泉入れてるからね。はい、それではまた。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。だっていつかこじれてダメになるより、恋の匂いさせずにそばにいたいわ。たまに会ってこうして飲めるだけでも女として少しは夢があるでしょう。なくせない人だから続ける、一幕友達しないだけど、忍ぶという字は難しい。心に刃を乗せて飲め。時々心が痛むのは刃が暴れるせいなのね。
してもいいのに、なぜかわざと寂しい道を選ぶの。今日は今日の痛みが胸を締めても、一人席を立つまで泣きはしないわ。バカなのね、古いのね、死ぬまで密かに愛するなんて。だけど愛しい花なら生活が、夏でも春でも秋の日も、どうして私の愛しさは忍ぶという血が付きまとう。忍ぶという血は難しい、心に刃を乗せるのね。ドキドキ心が痛むのは、いやいや暴れるせいなのね。ライライララ。